ヒット。左手に確かに魚の重みを感じます。右手でリールを巻きながら急浮上、そして剣を呼びます。果たして何が釣れたのか。来た、剣ちゃん、大物ですか？下道中の下道、はい、はい、よく釣れてくれたんよ、ケンちゃん。下道が釣りたかったんよ、まさか。あ、そうなんです、うん、このオープニングとしてふさわしい下道、スズメダイなんですけど、はい、なんで下道が釣れるんって思う？下道が一番湧いてるからそうやな。どういうことですか？あの、ね、一番言いたかったのはな、海の中が見えてないからなんよ。まあちょっとこじつけがましいオープニングになると思いますけれども、あー、ケンちゃん中が見えんわ。あ、見えたら避けられるんですけど。そう、こうやって海の中が見えてないけん下道が釣れてしまうわけですよ、はい、狙いの大物やったり、あとは高級魚、これはね、海の中が見えてれば釣れるはず。そうですね、うん、合ってる、はい、釣れるかな。見えてたら釣れるんじゃないですかはい、という視聴者さん、今回はそういう企画でございます、ね、大谷翔平で世の中騒いでますが、大谷翔平だって球が見えんかったらホームラン打てんはずない。おお、そう思います。そうです、ね、そう、玉が見えてるから、魚が見えてるから大物を釣ると、ホームランを打てるということで、今日は、まあ、釣りの中での、ね、ホームラン、高級魚もしくは大物を僕が潜って海に潜って釣りたいと思います。で、ケンもたまに気晴らしにこの辺、この周辺で釣りすることが、まあ、たまにあると思うけど、はい、どうだい、釣果は。釣果、保護が何匹かぐらいしかないです、うん、あとベラと、うんうん、それはホームランですか？いや、ホームランですか？ホームラン、一塁打ぐらいですよ、ここは一塁打ケンちゃん、俺たまにここ潜るやん、はい、メバルがおるんよ、はい、メバルが石の下、裏、あと間におるんよ、けど釣れんや。釣れない。それをね、今日はね、釣りたいと思う。お、うん、食いたくない？食べたい。なかなか釣れんやん、メバルって、はい、ね。で、まだですか？見えてないからですよ、はい、ケンちゃん。見たい。餌取られた？なくなってます。そう、海の中が見えてないからまあどうなるか分からんけど、岩の上かな、上でこうやってやるんかな。本当は海底でこうやってやりたいんやこうやってメバルを釣りたい。どう思いますか？ボンベ持ってきてるんで、まあずっと、まあ1時間ぐらいはこうやってやることは可能ない海の中で釣れる釣れない関係なく見てみたくはありますね。俺もやってみたいね。やったことないね、はい、確かにそれは剣も見てみたいし、俺もやりたいし、はい、で視聴者さんも多分見てみたいと思うよ、その絵はね。見てみたい、はい、でもこの企画は釣りされる方やったらまあまあの人考えたことあるんじゃないかな、はい、ね、思ったこと、一度は考えたこと、剣はある？あります、ね、俺もある、うん、釣れると思う？思います。よし、行ってくる。はい、さて、それでは海の中に入っていきます。水深は4メートルから5メートル、少しヘンテコな泳ぎ方になっております。通常人間が泳ぐ際は両足と両手を使いますが、ご覧の通り今回は竿を持ってますので手が使えません。さて、今回使用する仕掛けは胴付き仕掛けと言いましょうか。一本の幹糸に枝が2つあって、そこに針が2つついてあります。餌には冷凍のオキアミを使用してます。狙う魚は高級魚、メバル、まあいつもサザエなんかを取るようなやり方で、岩の隙間を除いてその生存ですね、メバルがいるかどうかを確認します。ご覧の通り今日は少し海が濁ってます。まあ夏だから少し濁度があるっていうのはあるんですけれども、今日は 2,3 日前に台風が過ぎ去りました。それで海が混ぜ繰り返されて少し濁ってるのと、本日は大潮、潮も早いということで、より海がかき混ぜられて濁りがちっていうのはあります。カメラでは捉えられてないですけれども、メバルの姿は確認することができてます。メバルがいそうなとこに画面中央の少し上、オキアミをふわふわと漂わせて、メバルがですね、その居場所、石の隙間から出てくるのを待つ作戦です。なかなか出てこないので岩の隙間を覗いてみることにしました。他の魚と比べてメバルは少し警戒心が強いようです。
おっと、ここで針が石にかかってしまいました。通常の釣りならば海の中が見えないので、まず針を丁寧に外すことなんか不可能ですが、今日の釣りは海の中が見えてます。仕掛けのどの部分が引っかかってるのか、針なのか重りなのか、それ以外なのか、また針が引っかかってもその引っかかってる方向が見えます。丁寧に外すことができて、仕掛けをなくすことはまずありません。さて、ここで少し小さめではあるんですが、メバルの姿をカメラで捉えることができました。あのように岩場の隙間にいることが多いです。岩の隙間からその餌となる小魚や小さなエビを狙ってるんでしょう。今回用意したオキアミにも食らいついてくれることを願います。さて、ある程度のこの海底の下見はできました。こういうとこにメバルが生息してます。さて、これからは実際に釣っていきます。冒頭で申したように、今日は濁りが強い日です。私自身が釣りづらい、メバルを探しづらいっていうのはあるんですが、それはメバルも同様、私の姿は見えづらい状況です。ここでいい型のメバルを発見。オキアミをゆっくり下ろしていきます。濁りのせいで少し見えづらいんですけれども、ご理解ください。むやみやたらにオキアミを近づけるのではなくて、おそらくですがメバルからも私の姿は確認されてます。慎重に慎重にメバルの視界内に自然とオキアミを垂らすような形でメバルを狙っていきます。他の魚たち、ベラだったりスズメダイは油断してるとよくこのオキアミに食らいついてきて、危うく餌を取られそうになるぐらい食欲旺盛、警戒心ないんですが、このメバルは強敵。船の上からも釣りづらいように、こちらから見えてるのに釣りづらい。ここでこの海の濁りを利用します。できるだけ竿の先を持ちまして、メバルから離れた状態で、向こうからできるだけこの竿とか私の姿が見えないようにしてチャレンジします。ここまで離れるともう私からもメバルの姿確認できません。この動画の企画無視してます。とここで右手に魚の反応を確認。確かに何かがオキアミに食らいついた模様です。近づいてみます。相手も釣られてることに気づいたのか、岩の隙間に入ってます。メバルかゲドウか、果たして。ゲドウ。釣りをされる方は見たことある方も多いのではないでしょうか。こちらの魚、ホシササノハベラといい、堤防や砂浜からよく釣れます。私が行っている胴突き、あとはサビキだったり投げ釣りでよく釣れますが、そうですね、やはり本命ではなく下道として扱われることが多いでしょう。無理に丘にあげることなく魚を離してリリースしました。さて、気を取り直して本命のメバルを狙っていきますが、ここで水面に浮上、剣を呼びました。竿を渡して私は一旦海底に沈みます。そうです、餌の交換をしてもらいました。非常に効率が悪い。少し場所を移動して潮の緩いところまでやってきました。その潮の緩さは画面からも確認できると思います。早速メバルを発見。右手で指さしてはいるんですが、画面からは少し確認しづらいか。焦って近づいてはいけません。離れたところから岩場にいるメバルを狙います。なんとここで画面の右下の岩にサザエがひっついていることが確認できますが、私は全く気づいていません。竿先に集中しています。果たして。ヒット。左手に確かに魚の重みを感じます。右手でリールを巻きながら急浮上、そして剣を呼びます。果たして何が釣れたのか。ケンちゃん、ゲドウしかやってこん。あ、そうなんですか。メバルおるんやけどね。はい、警戒心強いね。あ、やっぱりそうですか。うん、
もうちょいチャレンジするわ。はい。確かにあそこにメバルはいました。しかし笹のハベラの方がより警戒心が弱く餌に食らいついたのでしょう。さてこの海の中での釣りは最終局面を迎えます。この濁った海の先に今までで一番大きなメバルを確認。警戒心が強いためしっかりと距離を取り、餌となるオキアミ2つをつけた仕掛けを垂らします。同じ輪立ちは二度踏みません。先ほどはメバルが食らいつく前に下道と言われる笹のハベラを釣りましたが、今回は餌のオキアミが食われる前に竿をしゃくってそれを回避。そうです、海の中が見えてるからこそできるんです。下道中の下道、スズメダイはもう釣りません。釣れたんですか？釣れた。さすがですね。はい、帰ろうや。帰りましょう。